リバプールの日本代表 FW、南野拓実は、15日のチャピオンズリーグミラン戦でも出番がなかった。これから、出場機会は増えるのだろうか。今、ズンの南野拓実はダゾーンで、いつでもどこでも観視聴。1ヶ月無料お試し実施中、南野は、プレシーンに好調をアピールしていたが、今季はまだ、ラブで公式戦に出場していない。ワールドカップ予選のため日本代表に招集された際に負で離脱し、12日のリーズ戦はベンチにも入ってなかった。南野は、その後、順調に回復。15日のミラ、戦では、何らかの形で、出場機会が与えられる、ロート現地メディアも伝えていた。だが、ベン入りを果たしたものの、出番はなし。FW サディオ、マネを休ませて、先発起用されたのは、FW、ディブ、クオリギだった。さらに、5人の交代枠でも南には、声がかかっていない。今季のリバプール、最前線の選手が足りていないと指摘されてる。この位置で、プレーできる選手の一人が南だが、ここまで公式戦で1分間もプレーしていいのが現状である。負傷明けであることを考え、したとも考えられるが、いずれにしても南のピッチに立てていないのは事実。それでも、こから、週2試合ペースでの日程が続くため、南のもチャンスは、訪れるはず。特に21日にはリーグ、プノのリッジ戦が控えており、ユルゲン・ロップ監督が起用する可能性はあるだろう。要された時に、南野が強烈なアピールをす場、出場時間は増えていくはずだ。両。Thank you.